こんにちは、柴田です。今日は90年代ビジュアル系バンドで欠かせない5人のギタリストをご紹介させていただきます。90年代はですね、非常にバンド人気がすごくて、X を筆頭にルナシーやグレーなどたくさんのバンドが活躍しておりました。そんなバンド戦国時代でですね、X のヒデさんやパタさん、あとルナシーのイノランさんや杉蔵さん以外にもですね、たくさん素晴らしいギタリストがいたので、その中から5人を今回はご紹介させていただきます。ちょうどですね、僕もギターをやり始めてギターキッズだった頃にですね、衝撃を受けた5名の方なんですけれども、ギタリストの紹介プラスその時のバンドのですね、 YouTube の URL なんかも載せておりますので、ぜひぜひですね、ご覧ください。早速1人目なんですけれども、現デランジェ、元クレイズボディの滝川一郎さんです。もともとはデランジェでデビューして、その後ボディ、クレイズと、そしてまたですね、オリジナルメンバーでデランジェとして活動されています。デランジェの時はですね、どちらかというとクールな感じで、クレイズの時はですね、超大暴れするという風なイメージですね。数多くのギタリストに影響を与えていて、もちろん僕も多大な影響を受けたんですけれども、ルナシーのイノランさんやジュディマリのタクヤさん、あとディル・アン・グレイのダイさんなんかが一郎さんに影響を受けたというのを公言しております。一郎さんはヘビ側のギターを使っていて、イノランさんもそのヘビ側使ってたんですけれども、一郎さんに一応お断りの許可を得て使用していたそうです。もうそれぐらい一郎さんのことをリスペクトしていたということですね。で、今回おすすめするのはですね、クレイズ時代の楽曲で、ファーストシングルのネイキッドブルー。イチローさんといえば、もう超ドンシャリ、もうギャリギャリのドンシャリなんですけれども、ライブもね、追っかけるようにですね、10代の時は行ってましたね。もうライブハウスツアーであの音が鳴ると、もう爆上がりですよ。びっくりするぐらいの尖った音で、もう耳にこう突き刺さってきます。音にもパフォーマンスにも非常に衝撃を与えた滝川一郎さんのネイキッドブルー、 URL を貼り付けているのでぜひご覧ください。で、2人目は現ボルケイノ、元ガーゴイルのシージャさんです。アニメタルで活動していたことでも有名なギタリストですね。シージャさんといえばやはりギターソロの壮大さとメロディアスさ、ギターソロが始まるともう楽曲であったり、その場の空気感であったり、全てがですね、もうシージャ色に染まりますね。もうメロディーからテクニックからですね、もう全てがシージャワールドに包み込まれるという風なギターを弾ける、もう本当に数少ないギタリストだと思います。人としても非常に魅力的で、なんかもう逸話がずっと会えないというか、本当に面白い話が多々ございます。お酒は一時期やめてたようなんですけれども、今はまたたしなまれてるようですね。破天荒さでもですね、結構いろいろと逸話がございまして、ガーゴイルもですね、デビューしてすぐにやめちゃったんですよね。もう我が道を行くという風な感じで、人間性もギターテクニックも魅力的なシージャさんです。今回ご紹介するのは、ガーゴイル時代のハンティングデイズという曲で、もう最初からですね、ドア玉からもうリフでガガガガっていくんですけれども、途中でですね、もうシージャワールドでもうお花が咲いたような感じですよ。めちゃめちゃメロディアスで壮大なギターソロをぜひぜひお聴きください。で、3人目は幻覚アレルギー、元かまいたちの梶サスケさんです。かまいたち時代はですね、結構ポップな感じのギターでキッズを魅了して、幻覚アレルギーになってからはですね、非常にですね、サウンド面で魅了したギタリストだと言えると思います。カジーさんはですね、レスポールのカスタム、グレコのレスポールカスタムかなを使ってたんですけれども、それにですね、女性用の下着を履かせたり、あと海外のエロ本ですねを貼り付けたりしていて、キッズの中ではですね、脇に湧いてましたね。もうめちゃめちゃ湧いてました。カジめっちゃかっきーみたいな。ただちょっと真似することができなかったですね、当時僕は。
かまいたち時代はド派手な梶井さんだったんですけれども、幻覚アレルギーになってからは結構クールなキャラになって、どちらかというとサウンド面に非常に注力した、力を注力したような感じがします。まあ、サウンドに関してはですね、かまいたち時代からそうだったんですけれども、当時メタル系のズンズンが流行ってる中で、どっちかって言ったらチューブ感のあるオーバードライブサウンド。ギャーンってなってるんだけど、チューブ感があって、コード感も非常に残るんですね。リフなんだけど、コード感も非常にあるというですね、なんか独特なスタイルでしたね。おすすめするのはですね、D のすすめという幻覚アレルギーのアルバムなんですけれども、これはね、本当に僕もね、感銘受けました。このギターサウンドはですね、もうぜひぜひですね、皆さん一度は聴いた方がいいと思います。幻覚アレルギーのダークな雰囲気をですね、ギターのサウンドで表現がもうできているという。その D のすすめの中から、ノイズ現象っていうですね、結構これは初期にもやっていた楽曲なんですけれども、再レコーディングをして、この D のすすめに入っております。ぜひぜひですね、この梶井さん独特のチューブサウンドをですね、お聴きください。そして4人目は、元デッドボックスターズのヒロミさんです。高校時代はですね、かなりライブ行きましたね。もうヒロミさんをもう追っかけてるぐらいな感じでライブは行ってました。ライブの時にヒロミさんはマミーをですね、飲んでいて、それが結構ね、衝撃的でですね、まあ、真似してましたね。ただ、ライブ中にあの甘いの飲むと結構ね、結構こうドロドロしてくるんですけれども、ヒロミさんが飲んでるっていうことでですね、僕も高校時代はマミーをいつも飲んでました。ヒロミさんのすごいところはですね、キャッチーな部分とハードな部分を本当にですね、ちょうど半々ぐらいに持ち合わせていて、それがギターのサウンドであったり、フレーズであったりもそうだし、キャラクターであったり、パフォーマンスであったりっていうところもですね、本当になんかね、もう、ちょうどいいとこなんですよね。キャッチーな部分とハードな部分、尖ってる部分と丸い部分っていうのがですね、本当に融合しているギタリストです。代表的な楽曲はですね、旗のもとにという曲なんですけれども、まあ、いろんなテイクがある中でですね、僕はあの発狂という VHS、当時のビデオですね、に入っている旗のもとにが非常に好きで、それが YouTube に上がっていたのでですね、URL 貼り付けておきますので、ぜひぜひご覧ください。ヒロミさんのパフォーマンスも、音も、フレーズも、本当にね、素晴らしいこうバランス感っていうところですね、お聞きいただけたらなと思います。そして5人目は、現ジグゾーテストナンバー、元バイセクシャルのりょうさんです。バイセクシャルに関してはですね、中学の時にもうドハマりをしていて、ギターをやる前からハマってましたね。なのでもう単純に楽曲自体がもう好きだったんだと思います。りょうさんの書く曲はですね、結構ポップなんですよ。こういう派手な感じでハードっぽいんですけれども、すごくポップな楽曲で、その中にですね、なんかお決まりじゃないフレーズっていうか、結構アドリブ感たっぷりのフレーズをですね、バンバンぶち込んでくるので、そのつかみどころのなさがですね、りょうさん独特のスタイルを作り上げたんじゃないかなとは思います。93年ぐらいに、ジュディマリの拓也さんとりょうさんの対談がですね、雑誌であって、その時にですね、拓也さんが、りょうくんのスタイルを最初に見た時は、もうやられたと思ったっていうのをですね、書いてました。まあ、当時斬新なスタイルだったんだと思います。りょうさん本人も譜面化されるのはあんまり得意じゃないなっていうのをいつかのインタビューで言っていたので、結構自由に弾くのが好きなギタリストなんだと思います。若くして自分のスタイルを確立していたところは本当にすごいなと思います。おすすめする曲はバイセクシャルの初期の方の楽曲なんですけれども、フラッパーという曲になります。疾走感あるフレーズなんですけれども、お決まりじゃない感じで追っかけてくるっていうギターフレーズが非常に印象的で衝撃を受けました。ギターの重ね方も非常に上手で、こういろいろ飛んでくるような感じですね。つかみどころのないりょうさんのギタースタイルをぜひぜひお聴きください。という感じで、僕が衝撃を受けた5名のギタリストをご紹介させていただきました。90年代のバンドはですね、また再復活したり、再フットしてきている楽曲が多いので、当時キッズだった方も、今キッズの方も、
ぜひぜひおすすめのこの5人のギタリストの楽曲お聴きください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。